どうも、キューティクル世界、馬田です。おーしゃしゃ、どうぞ、どうぞ。トナカイ。年金ブームを。年金暮らしだったのか。というわけでですね、今回馬田ラビの都市伝説シリーズでございます。市役所。というわけでですね、都市伝説の世界的権威、ミスター関を呼んでおります。あーはー。どうぞどうぞ、こんにちは。先生。どうぞ。ミスター関。48円年金はもらえないぞ。まだ若えだろ。今回の都市伝説は、第二次世界大戦でアメリカの敗戦国となった日本。その当時日本では殺人光線最終兵器 Z というものが開発されていたのね。というわけでですね、今回その最終兵器 Z について触れていきたいと思います。1945年に終戦した第二次世界大戦、結局実戦で使用されることはなく闇に葬られたんだけれども、日本軍は殺人光線を密かに開発してたというふうに言われてる。で、当時の日本軍元帥海軍大将の山本五十六に、この戦いは通常兵器では1年も持たない画期的な兵器を開発してくれと言われた水間章一郎は、まあ、自分の仕事場である島田製作所を実験場にして殺人光線 Z の開発に着手したらしい。これを生もうとしたのは山本五十六さんってことですよね。番号じゃないの。で、この殺人光線 Z というものはマグネトロンという真空管で強力な電波を発生させて殺傷するという恐ろしい兵器だったのね。まあ簡単に言うと、ドラゴンボールのカメハメハのようなビームを対象物に当てることでそれを破壊することができるという SF 映画さながらの兵器だったのよ。それ使って勝っちゃうよ。その通りなんだよ。まあそういう現実離れしたような兵器が第二次世界大戦中にすでに開発されていたってことがまずすごいことですよね。そうだよね、日本のね、技術っていうのはね、もうすっごかったからね。評論家かお前。ただ実験段階で完成とまではいかなかったんだけれども、数メートル先のウサギを目玉を飛び出して殺害するほどの威力を持ったらしいのよ。人で試せ。ヒトラーかお前。まあアルファベットの最後が Z のために最終兵器という意味を持つ Z という名前を付けて開発に尽力したらしいのね。これは表向きな理由であって、本当は桃色クローバー Z から吸ったんだよね。昭和のアイドルかね。ただ結局アメリカの爆弾によって研究所を破壊されて完成することはなかったのよ。で、戦争終結後にその研究所を訪れたアメリカ軍は、その研究資料を見て日本にはこんな開発力があったのかというふうに驚愕したことだったらしいよね。資料コリコリだろ。真っ黒だわお前。で、その後その研究資料というのはアメリカに密かに持ち帰られたらしいよね。で、その2年後にアメリカで発売されたのが電子レンジだ。驚くことに、電子レンジというのは日本軍が開発した最終兵器 Z の殺人光線をもとに開発されていたのよ。ただこの最終兵器 Z は電子レンジの1万倍の威力があるらしいよね。超熱くなっちゃう。電灯すぐだろ。そう、ただこのようなケースのように軍事開発の技術が家電に応用されることは少なくない。例えば車のカーナビに搭載されている GPS 機能というのは、あれは本来ミサイルを目標地点に正確に撃ち込むために作られた軍事的なものなんです。GPS ってのは何の頭文字を取ってんのかって思ったんですね。知らねえよ。知れえ。で、他にも自動掃除機ルンバなども元になったと言われているのが地雷探査機。自動で地雷を発見する機能を自動掃除機に組み込んでいるってことだね。僕もね、地雷っていうのは、ね、見分けるの得意。あ、そう。大体歌舞伎町にいる MCM のピンクのリュックショってね、マイメロついてる。人間地雷。そう、つまりこのように我々の技術というものは軍のお下がりであって、便利な世の中になればなるほどその裏ではより強力な兵器が開発されているということなんだよ。で、山田電機は軍ってことね。頭いっちゃってんのか。